DJ ワテルサッカー伝道師チャンネル。はい、 DJ ワテルです。今日は WE リーグについて解説していきます。まずこの WE リーグなんですが、 Women Empowerment League の略です。日本初の女子プロサッカーリーグになります。で、この WE リーグクラブに参入するチームの特徴なんですが、まずは運営にあたる中の人を構成する役職員の 50% 以上女性としましょう。そして意思決定に関わる人のうち少なくとも1人は女性とすることで、選手に関していろんな条件があるんですけども、プロ A 契約の選手5名以上およびプロ BC 契約の選手を10名以上とすること、これが主な WE リーグクラブの特徴になります。WE リーグ設立の意義についてです。まず日本の女性社会を牽引することで、日本に女性プロスポーツとして根付かせること、日本の女子サッカーの発展に貢献しようと。で、2011年、なでしこジャパンがワールドカップで世界一になりました。このなでしこジャパンをもう一度世界一にしよう、そういった意義がありますこの WE リーグ。もともとなでしこリーグにいた9チームが WE リーグに参入することになって、そして新たに女子クラブを設立して2クラブが大宮アルディージャ、サンフレッチェ広島が参入をしまして、11チームで WE リーグが開幕します。で、この WE リーグの開幕は今年2021年9月になります。 J リーグのオリジナル10じゃないですけども、オリジナル11として開幕を迎えるわけです。非常に僕は楽しみです。特にさっき言った新規参入の2チーム、まあ、そこがどうなるのか、この選手とこの選手ちょっと面白いんじゃないかなと思ってた選手が一緒になったりとかして、台風の目になっていくんじゃないかなというふうに僕は思っています。この新規参入の2チームが活躍すること、盛り上がることによってまた WE リーグの発展につながるんじゃないかなというふうに思っていますので、そちらの方も注目してほしいなと思います。で、僕はこのチャンネルをパワーアップするというふうに言いました。もう WE リーグ、女子サッカーリーグ、サッカー界を盛り上げるためにこのチャンネルをパワーアップしていきます。いろいろ撮り終えてる動画とかもねあるんですけども、女子サッカー選手にインタビューをしたり、なでしこリーガー、元なでしこジャパン、なでしこジャパンの選手とかにももうインタビューした動画撮り終えたりしていますので、ぜひそちらの方も注目してほしいなと思います。ここでしか言えないぶっちゃけトークであったりとか、あの時どうだったのとか、いろんなねことを聞いていますので、濃い内容になっていますので、ぜひ見てほしいなと思います。で、よろしかったらコメント、高評価、チャンネル登録もねしていただきたいと思っております。で、何かこのチャンネルを僕一人のものにするんではなくて、一つのプラットフォームにしてほしいなと思います。いろんなこう交流の場であったりとか、あとあのコメントしていただいたりとかして、なんかこういう企画ありませんかとか、それからこういう選手に聞いてくださいみたいなものがあれば、ぜひちょっとコメントとかねしてほしいなというふうに思っております。この動画を見て、そしてチャンネル登録をしていただくことによって、僕だけではなくて僕の周りの方、そして選手、リーグを運営する人たちにもつながると僕は思っております。皆さんの意見が、ここでの動画の意見とかが WE リーグに反映されたりとか、そういったことも今後可能性としてはあると思います。で、チャンネル数が上がって、このチャンネルが育つことによって、いろんな可能性が僕は広がると信じています。例えば海外サッカー選手のところに行ってクラブハウスを見せてもらったりとか、一緒になんかボールを蹴ったりとか、密着とかしたりして違った一面を見せたりとかすることによって、サポーターの方も喜ぶと思いますし、またそういった一面があるんだと思って、サッカーファン以外もちょっと盛り上げてくれるんじゃないかなと僕は本気で思っておりますので、で、僕だけではなくて女子サッカー界を応援する、それから今後、まあ、なでしこジャパンがね2011年で優勝しましたけども、あの時の感動を再び味わいたいというふうに思ってもらえるように、していきたいと思いますので、そういった気持ちがあれば、僕だけではなくて
周りの人、先の人を応援するという意味でも、チャンネル登録の方、それから高評価、コメントの方をしていただきたいなというふうに思っておりますので、ぜひ今後ともこの DJ 渡るのサッカー伝道師チャンネル注目してください。動画ご視聴いただきありがとうございます。ここからは次回予告です。次回はインタビュー動画になっています。そしてその相手はなんと元浦和レッズレディース、なでしこジャパン、そして現メルボルンシティフォワード背番号10、キラキラ選手です。すごい、もうこれはやばいです。もう本当に素晴らしい選手です。僕、浦和レッズレディース時代にスタンドから見ていた選手でもあるので、まあそういった意味ではめちゃくちゃ緊張しました。ただ、まあ、キラ選手のおかげでだんだんと緊張がほぐれて非常に楽しい動画になっています。ちょっとハードル上げますが非常に濃い内容になっていますので、お楽しみいただければなと思います。オーストラリアへの移籍の真相、裏側、まあ、こういったクラブからもオファーがあったみたいなことも聞いていますので、お楽しみいただけるかなと思います。またプライベートな一面、またキラ選手の選手以外の変わった一面も見ることができます。女子サッカー選手のあるあるであったりとか、暴露ネタ、それから少し気になる恋愛事情とかもね、聞いていますので、ぜひご視聴いただければと思います。よろしければ、チャンネル登録、コメント、高評価の方、よろしくお願いいたします。